それでは弊社の製品ステップのご説明をさせていただきます。このステップの特徴としましては、そのまま乗るとこの荷重によって足のゴムがバネでついているんですけども、そのまま乗ることによってロックがかかるという形になります。これで動かなくなります。このキャスターを見ていただくと分かるんですけども、こういう形で荷重がかかるとバネで下がりロックになります。あともう一つの特徴ですけども、真ん中が2つに割れまして折りたたみという形でなります。で、小スペースですので、場所も有効活用ができます。で、この一つのサイズでも今3段なんですけども、特注で背の高いものも作ることができます。お客様のご要望に合わせていろんなサイズを作ることが可能です。